お疲れちゃんです。ラットです。そしていらっしゃい、焼き鳥です。そして長い長いそしてはい、スイカです。あ、はい、来ました。じゃあ初初はい来ましたね。初ラットチャンネル、お待たせしました。お待たせしました。もうみかん坊や大先生でございますね。本当に今日焼き鳥いるけど、本当にこれもういないようなもんだけど本当にそんなこと言ったら俺もうめちゃくちゃやめてやめて。本当に今日は今日マジでもうみかんさんにもうね、うん、バルーンを教わろうと思っていいか。みんな使えるでしょ、プロだったら。いやプロだったらやっぱ何でも使えないからそれな、うん、そうです。そう、それなって言っちゃった。やばいもうこれは3連勝する。そう、あのしかも今グランチェリこのたまたまね、負けらんねえな。たまたまなんですよ。たまたま、もうこれ3連勝するためにわざと負けたもしかして。違うよ、動画撮ろうと思ったら偶然急所見合いだった何使ってたこれね、うん、いやマジで何使ってたすらもう覚えてない。マルチやってたな、見たさっきちらっと。今グローバル何だっけ。そう、今高いんですよ、僕4位ですね。4位は高っ。まあ序盤ですね。序盤なんで序盤なんで。そして今日やっていくのはグラチャレですね。グラチャレをでバルーンでバルーンやっていきたいと思います。だから今グローバルマルチの上3つがみんなバルフリっていう。そう、みんなバルフリ。そう、トップ1、2、3、めちゃくちゃ多いね。世界1、2、3がバルフリみたいな。これ使っとけば OK みたいなはい、みたいな、ね、間違いないな。こちらですね。ということで、まあバルーンの申し子みたいなところも俺がね。ああ、もうこれ勝ち確勝ち確勝ち確これだと負けらんないからね、本当に。いや、で負けるわけないやん。あ、そうだよ、うん、ミカさんでな、直々に教えてもらったからな。それは、まあ、ここからちゃちゃ入れていこうかな。だって負けたらもうミカさんの線できるみたいな最低、絶対俺の線させる。それやばい。はい、ってことで、はい、いきますか。お願いします。よし、流行りのバルーンですね。なんかグローバル大会もみんなそれあった。そうですね。そう、マジで、え、これあれです、相手何有名なやつだ。そうなの、あのなんかフォートナイトで有名な。え、それはちょっと違う。ちょっと違います。ちょっと違います。これ初手当たせば僕するんですけど、いいんすか。アンパイですね。ですよねー。はいはい、あ、様子見つつなんか相手のカード見れるみたいな。お、ゴースト。これアーチャーの前にランパーすか。そうですね、ケツから移動速度速いから合わせていってみたいな。アーチャーしてるんすかこれ。捨てても別に。あはは、かわいそう。あ、ペッカだ。お、これケツメガゴすか。いや、バルーンすか。ランパーがある程度削ってくれるから。あ、なるほど、うん、はいはい、これロリボルでいいね。縦線出しますか。いるな。痛い。あ、ちょっと下がった。申し訳ないですやばい、待って、ミカさんとの動画は緊張する。いやいや、自分の思ったようにプレイして、俺がなんかちょっと入れるのが多分一番いいな。多分が確かに、確かに、もうなんか伸び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 やってくれた方が確かに、ね、指示待ちすぎて遅れるっていうのは良くないね、うん、な。はい、 2v2 もそうだよな。はい。やばい。いや、多分いける。アーチャーで。あ、ザッポ石。ああ。もう誘ったから。あ、これバルーンいつもだったら飛ばしとったかもしれない。丁寧になってる。あれ？おとなしいプレイだな。あれ？アーチャーの位置良かったな、あそこ。ありがとうございます。やば。このミカンさんに褒められた時のこの気持ちを分かってほしい、みんなに。分かる？これマジで。どうしてってこと？これ、ちょっと待って、それもそれ。やばい、することなさすぎて。割と俺なんか褒めね、ちょっとしたことでも。ああ、意外と普通にそう、嬉しいですね。第一の動画とかでも結構褒める。結構嬉しいことです。あの、ゴースト先行だるいんやな。ああ、これでももう僕は許容。ああ、でもあれだな、あれがなくなったのだってね。はいはいはい、何言ってももう全然。ペッカ出した瞬間のこの、あ、いいねいいねいいね、いいよいいよ、カモンエリキ。お、さあ、これで相手も。よいしょー。あー、いいフリーズ。神これこれよ、一発で持ってっから。え、ミカさん、僕バルーン使い習ってもいいですか。いいっすよ。え、これはバルーン使い習ってあれそんな感じでいいんすか。え、これはもういいバルーンだった。ペッカ出た瞬間を。これっすよ、皆さん、わかりました。これだわ、調子乗りそうだ。やばい。ゴースト火砲結構でかいんだよな。先にタレババ転がしても守れるし。確かにね。確かに、あ、確かに確かにな。そうそうそう、でかいっすね。それはマジで。これ、はしまいペッカくるかな。来そうな、カホリちゃんもしてる。ああ、オッケー、その位置のエレキだったら全然。あ、ザップ打たれそう。おお、アーチャーに。おお、なるほどね。でもこれ、これ、ね、これだってもう対空、対空バイバイだよ、この子。あ、エレキあとパキればおしまいみたいなとこ。しかもこれ、あ、エレキ欲しい。いらあ、フリーズも
いや、ガゴに。バッキー、あ、いいよ。調子乗った。あ、危ねー。危な。調子乗って、あれでカウンター食らって負けるとかやったで。よし。負けてたらぶん殴ってる。やばい。それやばい。これ、だって、相手あれやねん。いくつと？でも、普通に、まあまあですね。あ、6、5。まあでも、普通に高い。それな。さあ、怖っ。この、負けたら終わりっていう。でも負けないでしょ。それな。まあまあまあ、まあ。だって、ミカさんやで。俺何もしてないよ。全て責任を押し付けようとしてるからと。よろしく、よろしくお願いします。さ、とりあえず結構差しどころむずいんだよね。その9コス使うからさ。いや、そう、ワンチャンで一気に大カウンターを受けちゃうんですよね。そうなんだよね。あと、なんか出した瞬間に敵も守れないと踏んでぶっ破してくるのがね、だるいんだよね。本当にそうなんですよね。フリーズだからもう今ならいけるなってところを見極めていくのね。またちょっと型の違うペッカとか、うん、またペッカっぽい、 あるよな、全然あるよな。あ、ペッカっぽいね、これな。なんか U の出入り入ってると大体ペッカみたいな。これ縦線裂きたくないけど、裂くしかないか。取っといた方がいいんですか、こういうのって。まあできれば陸受け、特に U の受けでランバーをあんまり裂きたくないよね。ランバーできれば攻めに使いたいから。バルの時に鬼暇なんだけど。暇、鬼暇。あー、ちょっとやばい。おや、あ、まあ言うてですね。いや、ちょっとやばい。言うてですね。言うて、あー、ちょっとやばいかも。まあまあ言うて言うて。まあまあ、で、吹き矢咲いたで、エレキもいたんだよな。吹き矢エレキか。そうだね、ギャングは言うて大丈夫だよ。バルーンからしたら怖くはない。なんで吹き矢とエレキのタイミング見て、まあ、多分エレキかな。エレキが一番だるいから。確かに。そうだね。まあ、これケツペッカ来たら、ケツペ来たら端前ランバルで折っちゃえば、あと逆守ればアンパイですね。なるほど。ランバ、よし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 。ランバない。これだってワンチャンあれだよね、普通に。うわ、あ、許容ゲーミングから。あ、なるほどね。あ、おいしいな、それは。シャシャリ、うん、どうだろう。でも相手なんかコースそんななくないですか。あとエレキくらいかな。あ、でも待って、俺のタワーがあれ折れてた。もう500しかない。500はどうか。まあ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 、言うて敵からしたらこの500を削るのもちょっとだるいかなみたいな、うん、ポイズンじゃ3周回さないといけないから。そうだね、どうしてもここもう一回攻めなきゃならない。これでもケツアーチャーからやるじゃないですか。そしたらポイズンで美味しくいただかれるじゃないですか。しゃあないっすよね。まあ、しゃあないな。なんならここ折られてキング行ってよくね。エレキ切った瞬間だったから。やば。なるほど。だったらこの右のペッカエレキ振り無視してキング行ってたな。みかんさんもそんなやんちゃなことするんすね。いや、もうなんか刺さる、もう刺さるもんだって。ペッカでエレキ切ったんだぜ。あ、こういうことですね。あ、そう、こうなった場合がもったいないってこと。ほー、なるほどね。そうそう、なるほどね。なんか守れなかったら守んなくてよくね、精神。なるほど、確かに。まあ、それは正論ですね。嬉しい。まあ、工場割れたし、あとタルババも一回回してタル、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 はいはいはい。ちょっとやばい。あれ？まだ回んねえか。やばくないですか？やばい。ちょっとやばい。気づいた。おい、やばい。やばい、やばい。気づいた俺。いや、いける。まだいける。よし。まあ、こっからですね。相手はこっから削れないから。そうだ。ペッカもなかなか展開しづらい、こっからは。これランバー出したいんですけど、右に裂きます？左に裂きます？いや、右っすね。いや、ケツランバーするとペッカ焦られるんだよ、どうしても。あー、ジャギーに来るから、そう、こうなっちゃうんだよな。本当だ。やば。すべてわかってるじゃないですか。さては、チートじゃないですか。いや、チートちゃう、チートちゃう。みかんさん、さては、チート。できれば、アーチャーかメガコから展開して、端前ランバーすると、その、だるいかなみたいな。なるほどね。さては、みかんさん、やばいな。知ってるもん、先を。確かに。もう、これから相手がしてくること。バルーン使い続けて、早53年目ぐらいよ。これでも、ランバー先たくないけど、はい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 。しゃーなしっすね。ここはしゃーなしだと思う。てくだ、あ、オッケー。これ、あれくね。そう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 、そこに乗っけて、でなんかエレキパキって、あ、おいしい、あ、おいしい。俺多分2発入る、2発入る。おお、いいロリババ。あ、いい。この雪玉がね、ちょうどなんかクリスト切るタイミングで雪玉。 OK、 エレキも消えた。あとここ守ればカチカチ山。あ、やばい。あ、やばい。いや、言うてカチカチ山、俺にカチカチ山ちょうだい。カチカチ山、カチカチ山ちょうだい。あ、いや、レイジのスルみたいなとこあるな。ゴー！もう爆破さえ入れちゃえば。ゴー！カモン。あ、やばい。
ボエ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 、ちゃんと入る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 、オッケー、グッドゲーム、強っ、レイジやっぱ強っ、やばなんかこんなに負けそうな状況でも勝てる気がしてくるんよなんかペッカー相手にケツランバーはあんまやりたくないな、移動速度も速いし、だから後ろからアチャかメガを切って、まあ無理やり手札回した方がいいじゃん、回したりずらしてランバーの4コス捨てるくらいだったら2コスの生き玉で回した方がまだいい、端前ペッカーで合わされて、ただカウンそのままランバーが溶かされちゃうだけですもんね。でなおかつランバーないからバルーンも乗せづらいみたいな感じで、詰まっちゃうくらいだったらそうするかなみたいな。わかりました皆さん、そういうことです、勉強になる勉強になるよし、もうランバーバルーン強いよな、でも今やばいっすね、ランバーランバーただ強い、本当に強すぎる、ね、フリーズも強いしね今、そうバルーンは強くないよ別に、まあ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 、それはそう、結局フリーズがないとちょっと変わるっすもんね、うん、そうだよね、周りが強い、フリーズだけでよろしく、んまたえまたっていう可能性がある、そんなことある、でも三十子とかもね今結構言うの入ってるから、ね、ああ確かに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 、ああなんだろうな、こババ小屋とかかな、あ確かに、あちょっとやばい、でもメガ5歳って、うん、そうだね、ワンチャンバルーン、あ後からだな、あやばい、まあまあまあコウモリ、うんだよね、だ雪玉で、あこれババ5歳だから知ってるよ俺、これ知ってる、使ってるもんだってこのデッキ俺、やられたようなこと知ってるはい、ババ小屋立った瞬間のバルーン、うん、でそうできればバルーンでババ小屋まで持ってきてんよね、これバルーンだってこれだって何もない、あフリーズあんの、あこれ僕のマルチ使ってるやつ、でもフリーズ使ってもさっきコウモリ咲いた後だからもうそれだ、ホバリングしかなくて折れちゃう、俺だったらここをババ入れていいなってなる、あ左っすか、あなるほど、でそれでバルーンでババ小屋ごと持ってった方が多分楽かなって思っちゃう、あこれまあまあ守んなくていいやつですか、さては、なんか1回ババ無視するとトナメルールでババ小屋の2体無視したら1000ぐらい食らうんだけど、見て遅かった反応が、1000食らった方が多分楽みたいなとこあった、まあ、確かにそうですね、許容うまく許容やらないと、まあ、ババ小屋2だとからエリクサー咲くのがね、うん、これまあ雪玉で、お雪玉強いよね、そう あんま使われてないんですけどね、ねバルーンとの相性がめちゃくちゃいいですね、使いやすさで言ったらやっぱりマルタとかタルババとかそのローリングットに劣っちゃうから、これやばい、サドンデスチャレンジの影響でこれやるな、サドンデスチャレンジ、こいつデッキ間違えてねみたいな感じになってる、ああ出た、そうこのフリーズがレイジメタみたいな、あやばい待ってミスってる、まあまあまあこれあと僕は500を守りたいですね、そうだね、この500敵からしたら遠いね、このマスケも入れたくない、そうなんですね、ちょっとこれちょっとやばいっすよね流れは、うーんでも逆に言うとこっちからすると260も遠いな、うーんいやー相手のあの30しかやばい、うん、あのホバリングも結構厄介だな、それなちょっとすることなすすぎてやばい、あーちょっとやばい、いやまずいな、これやばくないですか、ここ雪玉切ったからコウモリもやめて、ちょっとやばい、いや僕は負けない、いやーやばい、ちょっとやばい、あやばい、これやばい、終わったくせ、終わったと思うじゃないですか、うん、僕はまだ巻いたい、気持ち巻いたいんです僕は、やめて、あれいやワンちゃん、えちょっと待ってバルーン出しても最後、いやもうワンチャン歩くね、ワンチャン歩くね、これいやー間に合わないかな、あー実際どう、あ三十種グリーズってバルグリ見たみたいなところない、はい、割と確かに、てかもうフリーズ入ってるっていうのが、三十種にフリーズ入ってくる時代、悔しい悔しい、ナンバーの出たレイジにバルーン乗せるってフリーズっていうのがナンバーバルーンフリーズなんだけど、レイジがちょうどかかる瞬間にバルーンにフリーズかけるとレイジ無効化できるっていう、あそう確かにフリーズがそうレイジメタになるっていうのをそうですね、スリーズの時に見つけてやば、そうそうだからもうフリーズとかレイジのメタはフリーズっていう、うまもうフリーズを入れ、とりあえずフリーズを使いましょうってことですねやばい、まあ宝もかけとくか、そうだね、あゴブジェ出た、ウルトラも出た、これ欲しい、ラムライダー、まあ、来ないよねって感じだね、いやーまあ最後負けたけど、うん、しゃあないな、まあまあまあそうだね、相手も環境トップクラスの敵だから、そう、うん、だから僕のファンってことで受け取るわ、まあ多分あそこの最初のババ小屋の2体無視してババ小屋まで追って、なんかタワー持ってれば、タワー持ってババ小屋も
あの後バルーンカーブしていくからで、まあ、ダメージ受けてもしかも、まあ、こっちの方がダメージ取ってる圧倒的、ね、って感じですね。だったかな俺は。まあ、ダメージの許容ですね。ということでくまあ修行しような。バルーン講座やばもうためになるな、うん、本当やばい。黄金色に輝くラッドがバルーンをラッドのバルーンを通す時がスタパワー上げてんすか上げてないです。輝いてない輝いてない。フリーなんならスターポイント使ってなくね。いや使ってます。30万あるフリーズ今上げてヒールとミノアとボーラーとアイスイズディガーとスケラですね。マイナーのとこしか上げてない、うん、ちゃんと上げてますね。独特やな上げる場所が。ヤナメとかかっこいいよ。なんか虹色とかそうやばいますね。全然違う。ザップとか逆に分かんないけどちょっと弾け何も分かんないけどはい、そんなとこかな。そうですね。いや奥が深いですね。クラマット奥が深い。やばい修行してきますはい、と、はい、いうことで今回ね、はい、もう、はい、みかんさんのチャンネルもう貼っとくんで。いやだもうチャンネルがしてないといないいないけどまあ貼っとくんでね。皆さんぜひそう、みかんさんの方でもあのコラボ動画上がってるんで、はいはいはい、ぜひそちらの方を見ていただければ。ボツにしようか迷った動画が上がってるあれあれめちゃくちゃいいやつなんでね、ぜひ見てください、はい、で、まあ、一応端っこに焼き鳥のもの乗っけとくんでねぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。しゃあなしやろ、はい、しゃあなし、しゃあなし、しっかり貼っといてねしゃあなし、はい、ということで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。